どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、えー、ポイントサイトの、えー、実際ね、えー、今上がってる案件みたいなのをね、ずっと紹介して、えー、この YouTube 見ていただいてる方がね、実際にマイルが溜まるようになればいいなと思って、実際の案件もね、紹介していきたいなと思ってたんですけども、まあ、今回ね、まあ、今日9月の、今日何でしたっけ 28日ですね。今日28日で、ちょうどね、今とってもでかい案件がバンと今日出ましたんで、本日はそちらをね、本日はね、<laughs> 本日はね、そちらをね、ちょっと紹介していきたいなと思っております。で、私もまだ持ってないクレジットカードです。セゾンプラチナアメックスビジネスカード。で、これのクレジットカードはですね、ビジネスカードになってるんですけども、えー、個人の方でもね、発行できるっていう話は結構ね、 聞いておりますんで、ぜひね、あの、持ってない方、お勧めしたいなと思って、今回動画を撮らせていただいております。で、でこの動画はですね、え、以前紹介させていただいた、このプライオリティパス。プライオリティパス。で、こちら、えー、ラウンジのね、カードで、私の YouTube チャンネルでも結構こちらを使ったラウンジの紹介も一緒に行ってるんですけども、えー、このプライオリティパスがですね、 えー、こちら今私は楽天カードを紐付けて、紐付けてか楽天カードをも、えー、プレミアムカードをね、申し込むとこちら無料で利用できるんですけども、で、で楽天プレミアムカードは年会費1万円。だから1万円払って、まあ実際これを手に入れてるみたいな感じなんですよね。で、今日紹介している、えー、セゾンアメックスプラチナビジネスカード。こちらは、このプライオティバスがね、発行できるんですよね。 もちろん、あの、条件は一緒です。年間、何回使ってもいい、えー、年間400ドルか500ドルぐらいするやつですよね。この、何回でも使えるっていうね。それが無料で付帯している、えー、クジットカードとなっております。で、セゾンアメ、えー、セゾンアメックスプラチナビジネスカードなんですけども、じゃあ、では、年会費。2万円。高いですね。まあ、プラチナカードの中では、普通な方なんですけども、 それがですね、なんと、今、初年度年会費無料、キャンペーンやってるんです。ですので、えー、セゾンアメックスブラチナビジネスカードを発行して、今ですよ、発行して、えー、プライオリティパス。無料で発行できるんですよ。初年度年会費無料なんで。ですので、1年間はこのプライオリティパスがね、 無料で維持できますんで。で、今回のね、あの、この後ポイントサイトのね、ポイントも紹介するんですけども、えー、今ね、現時点で楽天プレミアムカード、年会費1万円。そちらが今、えー、現時点で1万、年会費がね、安い、クレジットカードでこの何回でも使えるプライティパスがね、維持できるっていうものだったんですけども、えー 今回ね、アメックスプラチナビジネスカードがえ、年会費無料キャンペーンをやっているっていうことなんで、今、このキャンペーンがやっている間は、ナンバーワンは楽天プレミアムカードではなく、セゾンアメックスプラチナビジネスカード。ぜひね、この機会に検討してみてください。こちら、私も今年発行して使い倒してるんですけども、えー、何回でもね、 回数制限ありませんので、あの、搭乗券と、このプライオティパスさえあれば、ラウンジ利用できますんで、LCC でも使えますからね、もちろん。そういう意味で、えー、ぜひね、一度検討してみてください。プライオティパス2019年9月現在で、えー、年会費無料、まあ、こちらは今回初年度無料なんで、2年目以降までにね、検討していただくことにはなるんですけども、1年間ね、無料で維持できますんで、一つね、おすすめとなっております。で、 え、先ほど言った、ま、年会費は2万円。で、えー、ポイント、2万円ぐらいだったかな。<laughs> まあ、あの、初年度年会費無料なんであんまり気にしてなかったですね。確かに2万円ぐらいだったと思います。で、初年度年会費無料キャンペーンを今やってまして、で、ポイントサイトね、EC ナビって皆さんご存知ですか ?EC ナビ。まあ、私のお勧めしているポイントサイトっていうのね、 あの動画で出しているんで、もしね、見ていただけたらなと思うんですけども、まあ私はチョビリッチ、ハピタス、えー、イシナビ、ライフメディア、あと、もう一個ぐらいあったな。まあい,いや、まあここ、ここら辺をね、使ってて、まあ実際ね、あ,あまああと二三回の現断はゲットマネンとかなんですけども、まあ、実際の私が使ってて、まあな、その、対応とかはね、良かったポイントされてるんですよ、ね、今の。 ところはで、今回のは EC ナビ。で、EC ナビの、えー、案件として、このアメックスブラチナビジネスカード、今、案件が出ております。で、その案件のポイントがなんと、5万7千円。そうですよね。5万7千円、このクレジットカードを発行して、利用すると、5万7千円がもらえます。じゃあ、いくら利用するのか。これは痛いところなんですよね。50万です。<laughs> 辛い。50万。今回の案件は、50万使うと、11月末までに50万円使うと、5万7千円がもらえる、えー、案件となっております。5万7千円。ちょっと高いです。ああ、50万ちょっと高いですよね。で、今、9月のもう終わりでもう10月入るぐらいなんで、約2ヶ月、丸2ヶ月しかないですね。その間に50万円。 の決済が必要ですので、まあもちろんね、まあお財布にすごい余裕があるよっていう方はね、まあちょっとね、アメ、あのー、アマゾンギフト券とかね、ちゃちゃっと50万円分 <laughs> 購入してもらうっていう手もあるんですけども、まああの、初年度年会費無料ですので、まああの、このプライオリティパス目当てで発行される方も別にいいと思いますし、まあ、 50万円使うかどうかわかんないけど、もしかしたら使うかもしれないな、みたいな。まあ、あの、11月末なんで、まあ、ボーナスを狙って、なんか購入を考えてる方なんかは別にすごくいいと思うんですけども、まあ、ちょっとね、私も、あのー、まだ今年ニューヨークに行くんですけども、それの費用っていうのはね、まあ、飛行機代だけはもって、飛行機は戻ってしまったんですけども、それ以外のものは、あのー、 まだ取ってないので、まあそれをちょっと当てて、50万いくかなってとこなんですけども、まあ私もね、ちょっと、せっかく狙えるんだったらとりあえず狙って、まあダメだったらまあ諦めて、まあもしね、もうちょっとで達成できそうみたいな感じだったら、まあその費用、なんていうんですか、残りの金額ともらえる金額をね、ちょっと精査しながら <laughs>、まあちょっと利用してみようかなっていう感じで、 ございます。まあ、ああの、50万円は使わなきゃいけないんですけども、5万7千円分のポイントがもらえますんでね。まあ、もちろんこれ無駄遣いしてポイント獲得するのはすごいね、あの、なんか何のためにやってんだかよくわかんなくなっちゃうんで、これからね、まあ、ああの、大きい買い物を予定している方なんかはね、まあ、あいいんじゃないかなと思いますし、まあ、アマゾンをね、基本的に 定期的に利用していて、まあ、家の日用品とかもね、今日も全部 Amazon 使ってますよみたいな感じの方は、まあ、Amazon ギフト券購入しといて、まあ、あの、そこからね、まあ、使っていくみたいな感じでね、利用できればね、このポイントは本当にいいんじゃないでしょうかっていう感じですね。いかがだったでしょうか、えー、今回はね、えー セゾン、アメックス、プラチナビジネスカードをね、紹介させていただきましたけども、えー、最後にね、えー、5万7千分のポイント、えー、このポイントを、え n a マイルに交換する場合、えソラチカカードの、えー、東京メトロ、えー、ラインポイントと東京メトロをね、メトロ、ソラチカカードを使った、えー、ルートで行くと、えー、4万6千170マイルになります。4万6千170マイル。 ま、ああの、して、ま、あ知ってる方多いかと思うんですけども、ええー。 交換日数はね、結構かかりますんで。で、こちら利用条件でポイントが付与されるっていうことなんで、えー、100%11 月末まではポイント付与されませんので、12月以降、今年の12月以降にポイントは付与されますんで、それだけは押さえておいてください。えー、46,170マイルになるということなんで、まあ、あの、簡単に言うと <laughs>、東京、ニューヨークのエコノミークラスがね、えー、ローシーズンだ取れますんで。 で、もう一つね、ありますね。えー、東京ル、東急ルート。えー、ポイントサイトから、えー、東急、えー、ドットマネーっていうポイントサイトを経由して、東急ポイントに交換してからの ANA マイル。こちらだと、えー、42,750マイルになるんですけども、残念です。EC ナビは、このルート、利用できませんので。 えー、今回のこの案件は、えー、空地下ルートですね、えー。東京メトロとラインポイントを利用したラインポイントルートしか利用できませんので、46,170マイルになります。まあ、いいですよね。うん、これだけで東京ニューヨーク、エコノミークラスですけどね。往復できますからね。 これ以外に税金しかかかんないですからね。えー、現金で買うよりかは、そうですね。税金代が多分3万とか4万とかすると思うんですけども、まあ、あの、基本的にエコノミークラスの全日空っていうのは結構しますからね。10万とか12万とかしますからね。ぜひ、今回この案件、50万円の利用制限はありますけどもね。ぜひ狙ってみてはいかがそれではね、最後になんですけども、えー、こちらのクレジットカードは、えー、プラチナカード。 そういうことになっておりますので、えー、プラチナコンシェルジュって皆さんご存知ですかね。えー、プラチナカードにはね結構付帯しているサービスで多いんですけども、まあ,あのレストランの予約とかね、あとは航空券の手配とかね、そういうのを、えー、会員限定にね。 え、デスクとして設けていて、まあ、そこに電話して、まあ、お願いすると手配してくれるみたいなね、そういうサービスがあります。こちらはね、基本的にはプラチナカードに結構付帯してるんですけども、えー、今回このセゾンアメックスプラチナビジネスカードにもね、付帯しておりますので、まあ、今までね、え、利用してみたこと、利用したことがないよっていうね、私みたいな方は <laughs>、 私もね、利用したことがないんで、も、まあ、もしね、発行することができればね、ちょっとね、使ってみたいなって思う次第ですね。まあ、あの、ニューヨークとかでね、予約できないお店とかもありますんで、まあそういうのもね、もしかしたら、えー、頼めばやってくれるかもしれないですからね。で、えー、次にですね、え、海外旅行保険と国内旅行保険。まあこちらも、えー、保険がね、 もちろん、あのプジ、えー、プラチナカードということなんで、えー、国内、国外、ともにね、えー、二が付いておりますんで、まあ、こういう意味ではね、おすすめな点となっております。やはりね、さ、一番おすすめなのはやっぱりこちら、プライティパスですかね。こちらが年会費、1年間ね、えー、初年度年会費無料で維持できるということなんで、まあ、あの、プライティパス目当てでもね、もちろんいいんじゃないかなと、個人的には思います。 えー、今回の動画ではね、えー、初めて、ね、ポイントサイトの案件をね、えー、YouTube で紹介させていただきましたけども、まあ、もしね、この YouTube が、まああのー、反響が良かったらっていうのは何なんですけども、もしね、需要があるようだったらね、えー、これからもね、まああのー、 紹介していきたいなっていう思う次第ですね。まあ、あの、紹介する案件は、まあ、あの、基本的にクレジットカードとかね、まあ、利用しやすいものにはなってしまうんですけども、まあ、あのね、紹介できればね、まあ、実際にマイル貯めていただきたいなとも思いますしね。で、最後に、セ、え、イ、ー、セゾンアメイスクスプラチナビジネスカード。こちらは今日、えー、9月の28日ですよね、今日、えー。3日間限定でポイントサイトに 案件が出ております。で、初年度年会費無料キャンペーンはね、 あの、アメックスプラチナビジネスの方でやってるキャンペーンですので、こちらは11月の末までやってるみたいなんで、まあ、あの、ポイントサイトの案件を狙いたい、えー、50万円の5万7千円のポイントが欲しいっていう方は、3日間のうちにやってくださいね。で、もし、えー、年会費無料でね、プライオリティパスだけゲットしたいっていう方は、まあ、11月30日まで、えー、期間ありますんで、まあ、その間、まあ、考えていただくのもありですし、今すぐ発行しちゃうのもね、ありだと思いますので、まあ、ちょっとね。 考えていただいて、発行してみてはいかがでしょうか、えー。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね。チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますの、ね、で、よかったらフォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、えー、今回のアメックスプラチナビジネスカードは、イ、え、c、ー、ナビでね、えー、SNS 拡散別に OK なんですけども、たまにポイントサイトのね、案件で、えー、SNS 拡散がね、 NG なのがありますので、え w、ー、ツイッターでね、私が言えないっていうのもありますんで、あのー、もしね、そういう案件があった場合は、まあ、あの、ダイレクトメールとかでね、やり取りしたいなと思っておりますんで、もしね、よかったら、え w、ー、ツイッターの方のね、ぜひフォローしていただければなと思います。えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ